夫婦恋愛なカップルがいます。これつけますよ、これね。二人ね、なかなかギャル系な感じでいい感じですよね、うん、恥ずかしい？ピンとしたりとかしてます。なるほど、はい、すごいな。報道って報道って書いてある。あ、報道なんでね。あ、そうなんですね、うん、じゃあお寒いんで、ね、はい、なんか人気高いですね。大丈夫かな、腕掴まれてるよ、なんか。大丈夫、腕掴まれてるけど、大丈夫？痛いです、普通に。離してあげないよ、お父さん。離して、逃げないから。何チャイニーズ、もうやばいよ、やってる。やってないって。暴行だよ、暴行。暴行だよ、お父さん。一回タバコ吸わせて。一回手を。本当にやばくなったらでかい声出しな。結構来る人いる、あの助けてくれる人いるから。言ってるじゃん。ちょっと手離してあげな、まず。まず一旦手離す。それと警察行ったところで何もなんないでしょ。証拠不十分。証拠はね、自分で分かんない。だからやってないって言ってんじゃん。はい、しばらく会えないかもしれない。キモいって。私の彼女って女の子に乗せる。泣いてんじゃんかよ、お父さん。手離せっちゅうの。あ、手離してるか。100万ね、被害は。泣くな泣くな。無理、不安したいな。泣くな泣くな。何もしょうがないんだから泣くな泣くな。急に？はい。はい、そうですね。なんで？ホテルでしょ？今あの警察来たらさ、すぐ解放するように言ってあげるからな。だから、ね、ホテルでしょ。だから使ってないっつってんじゃん。100万ね。今日長かり。はい、お渡し。カードの11月の子。カードの子。はい、11月10日の夜9時。この子ともう一人子で、もう逃げたんです。二人、私のカード。ここまでしか撮影できないんでね、残念ですけどね。このギャンキのとこもね、結構この二人は何ですか。これは歩道、そう、うん。つれそうでしょ。いやだからちょっとちあのオーラで分かりますから大丈夫です。人待ってるだけだって。今回どんなクソ JJ がどっか行けよ。この子いいよ、この子いいよ。ほら、おしゃれだね、また鼻の中つけちゃっても。この2人は全然違いそうだもんね。ああ、違います、まあ、ちょっと携帯にプレビューが映んないんでどういう絵になってるか分かりませんけど、まあ、一応ね。あれ、バラ2つになってる。はい、どうも。何のミーティングしてんの？え？写真帰んの？
配信あのライブは配信はたまにしかしてないけど、はい、じゃあ会った記念にあげよう。シール。ゆきにゃんしてる？トー横にいる。あ、ゆきにゃんとのコラボ。スマホの裏に入れます。ありがとうございます。ゆきにゃんいないんですか？今日はね、あのキャバクラ出勤してる。ゆきにゃん。どこでキャバクラなんですか？え？どこですか？近くだよ、ここ。あ、この辺ですか？うん、そうなんですよ。ゆきにゃん。え？200万払ってね。200万？それガチですか？これ欲しい？欲しい。一応もらってきます。え、それガチですか？え？一応俺の動画で紹介してるじゃん、200万。あ、そうですか。嘘で。ゆきにゃんって本当にやりまんなんですか？さあ。でもあいつ囲まれてやってあれですよ。なんかさっきのあれ何だったんですか？ああ、警察だった？警察だったね。中国人がこの女に11月金を盗まれたと。あ、金っていうかカード。11月。うん、はいはい、で100万ぐらい使われたのかな、カードが。でこの女に間違いないって言ってんだけど、あれ証拠ないじゃない。そうですね。あれ言いがかりですか？え、言いがかりですか？女がよく悪くない、男が悪いですか？いや、男悪いと思うよ。女だって全然そういう感じじゃなかった。あ、そうなんですね。うん、初めて。あれ動画化すか？え、あれ動画化します。あ、で動画俺ら隣に待ってる。今回してるから。あ、そうなんです。今のプレビュー映んないんだよ。ほら、プレビューがね、ここに映んだけど映ってないんだよな、プレビュー。こっちが悪いんですか？ん、こっちが悪いんだ。アプリもう一回立ち上げないとダメかもしれない。こっちが映ってくる。うん、だから今日出てます、出演してますよ、バッチリ。映ってます。やばい部分はカットしちゃうからね。あ、ここ映んないですよ。いや、そこのだから喧嘩の部分で映してって感じですか？いや、一通り顔を乗せる。さっきは握られてる。あ、古田さん、うん、家おめでとうございます。あ、ありがとうございます。シールもらいましたよ。あ、やった、かっこいい、かっこいい。バイク買ったら払おう。だめ、いろいろさん、いろいろさん、これバイクに勘やだな。チャリでいいや。なんか今日は見学だけ？はい、俺品川から来た。実出してるんですよ。秘密。うわ、それは秘密。いいですね。ちなみにツイッターやってる人、あの X やってるでしょ？あ、それはあのね、多分フォローされてるから秘密です。ああ、本当。まあまあ有名なアカウントですよ。ああ、カプチーノとかなんかその。秘密秘密です。秘密です。秘密。あれかな。じゃあこの辺で僕は帰りますからね。どうもね、引き続き応援してください。はい、ああ、どうも。ああ、いいっすよ。正直怖いっていう今すごいっすね、本当全身無断となんですね。え、いやいやいや、じゃあコラボステッカーと、はい、これね。あら、ちょっと取れない。はい、あ、ありがとうございます。応援してください。はい、はい、思います。ありがとうございます。さっきね、女の子と中国人が揉めて警察沙汰になったやつあったんで、あの2、3日後にアップしますから。はい、ここの前にさ、あのお皿出してたらお金集まるから。ええかな。でもよく1000円ちょうだいって言ったら1000円くれる人いっぱいいる。ちょっとね、ビデオがね映ってないんでね、映ってるかどうかわかんないんだな、これ。そうなの、壊れちゃったの。なんか調子悪いの。え、なんか何その、え、これ新しくなったね、報道。前は防犯カメラつけてたんだけど、最近報道にしてる。え、じゃあ頑張ってよ、寒いけど。帰るの？うん、向こう行けばじゃ。嫌なの？嫌だ。なんで？一番安全。ああ、警察。バイバイ。ちょっと微笑んでもどうにかしてよ。うわ、かわいいね。はい、大丈夫だよ。今時間はね9時なんですけど、ほら、セキュリティの方にね。スタイルいいじゃん。いた。ごめんごめん。
じゃあね、バイバイ。セーターかわいいよ、ね、あのユキネのインスタフォローしてもらって、ユキネに会いに行ってください。月1回なんかコンカフェを出てるみたいなんでね。みんな外に出されてますね。豊横ちょっと撮ってますね。締め出されちゃったんでこの辺に見えますね。というこんばんは。ママじゃないかい。 18? 出てない出てない出てないよ。お姉さんお姉さん最近の18歳の店長撮影してる人もいます。そうそうそう。本当本当だよ本当。少なめかな。あ、こっちいっぱいいるわ。あ、かわいいよ、ね、いろんなのいます。どうでしょう、いろんなのいますよ。あ、違う、これ何やの。すごいよ、ね、すごいな、ね、もっと可愛いな。やっぱセキュリティスタッフがね、ところどころ立ってくれてるからちょっと安心しますよ。3時間ぐらい空いてない。今日の歌舞伎でした。今日も歌舞伎は元気です。この後ね、息子と息子の彼女と、ね、3人で食事をすることになってるんで、そのまま帰りますから。人が多いわ。